エロマンガサウルスは、白亜紀の東ゴンドワナ宴海に生息していた、主張流の一分類であり、エラスモサウルスかエロマンガサウルス属に属する。属名は、化石が発掘されたとされる、オーストラリア内陸のエロマンガ盆地に由来する。エロマンガサウルスの化石は、発見の時期は不明であるが、テッドヌーナンなる人物により、エロマンガ盆地から発掘された、主張流の化石として、 オーストラリア博物館に保管されていたものである。しかし、収集の過程で頭骨と化学骨が別々に保管されたため、2005年にそれぞれの化石に対して、一つはすでにニュージーランドで発見されていたツアランギサウルス属の一種であるとして、ツアランギサウルスアウストラリスと記載され、もう一方が親族として、エロマンガサウルスカリノグナトゥスと記載されるという、珍妙なこととなった。 しかし、2007年に2つの標本が本来同一標本であることが確認された上で、ツアランギーサウルス族と異なる、親族の一種エロマンガサウルスアウストラリスとして整理されている。ありがとうございます。